いつもの通りに晩ご飯後の9時半になった通知を OK もう直接的に好きと言いたいけどさりげないふりをするメッセージのやりとりもう直接的に好きと言いたいけどなんで大切にしない奴をほといてってアドバイスした友達はこのドラマオンリプレイも飽きただろうななんで直接的に好きと言いたいけどフリーをするメッセージのやり取りもう直接的に好きと言いたいけどなんでなんでなんで